自動列車保安装置は、鉄道において、人間がミスをしても、列車を安全に運行できるようにするための装置である。鉄道では、安全に運行するために、閉塞や信号機といった、概念、装置を開発し、導入してきた。しかしながら、運転士が信号機の指示を無視し、または見落として、列車を運転すると、事故につながってしまう。 このため信号機の指示を確実に守らせる装置が必要となる。このために開発されたのが自動列車保安装置である。日本では自動列車停止装置を略した ATS という言葉の方が知られているが ATS 以外の保安装置も多数存在する。自動列車保安装置を導入すると信号の無視に起因する事故の多くを防ぐことができるようになる。ただし、 自動列車保安装置の使用によっては導入しても完全に事故を防ぐことができない場合がある。また、列車同士の衝突以外の事故、例えば脱線や踏切での障害物との衝突などは自動列車保安装置では防ぐことはできない。自動列車保安装置は各国、各鉄道会社によって様々なものがあり、その実現方式、機能も異なっている。 詳細については、各保安装置の個別ページを参照。ベルリン S バーンでのダシ式 ATS の動作、左、停止、右、進行を最も初期に用いられた、自動列車保安装置は、ダシ式 ATS と呼ばれるものであった。英語圏では、トレーンストップと称される。現在でもニューヨーク市地下鉄、トロント市地下鉄、ロンドン地下鉄、ベルリンスバーン等で用いられている。 日本でもかつて使用されていたが、鉄道事業法に基づく普通鉄道では2004年の名古屋市交通局東山線を最後に用いられなくなった。信号機の脇に可動式のクランプを設置して、信号が停止現時の時には、ダコが通過する列車の空気ブレーキのバルブを開いて、非常ブレーキを動作させる。信号が進行現時の時は、ダシは脇に倒れて、 列車の進行を妨害しないようになっている。軌道側に地上紙を設置して簡単なデータ通信を行う例。外側と軌道内の中央がインテグラ・シグナム用で他の二つはザブ用電磁式システムではデータは軌道に設置された地上紙と車両に搭載された車上紙の間で電磁的に通信される。インテグラ・シグナムシステムでは 停止現時の信号を無視して通過しようとする列車に対して決まった地点で非常ブレーキを動作させモーターを停止させる。さらに構図システムのように停止または注意現時の中継信号機を通過するときに運転士に確認動作を要求するものもあり確認操作を行わなかったときには列車を非常停止させる。他の列車に続行して運転しているときには このシステムで十分なブレーキ距離を取ることができるが、駅構内で進路が交差するときには、停止信号の位置から、交差指標の地点までの距離が短すぎて、ブレーキをかけても、完全に停止させることができないために、事故を防ぐことができない場合がある。PZB や ZAV のようなより進歩したシステムでは、ブレーキパターンを計算して、停止信号の手前で停車できるかどうかを常に、 チェックしてパターンを超えそうになった時にブレーキをかけるようになっている。このようなシステムでは列車重量とブレーキの種類を車載コンピュータに入力する必要がある。このシステムの欠点は信号の現時が進行に変わっても車載コンピュータの情報が次の地上市を通過するまで更新されないためすぐには再加速できないことである。この欠点を克服するために 信号機の間に追加の地上紙を設置できるようにしたり、地上から車上への情報伝送を連続的に行えるようにしたりするシステムもある。最新のシステムでは、車内信号方式を用いている。車内信号方式では、他の列車との相対的な距離の情報を常に受け取っている。運転手は、路側信号を見るのではなく、 コンピュータの指示する許容速度を見て運転する。こうしたシステムは、フランス、ドイツ、日本などで用いられている。高速鉄道では運転士が、車外の信号を確認することが困難で、信号機の間隔がブレーキをかけるためには短すぎる。ため、必須のものとなっている。こうしたシステムでは、単なる自動列車保安装置としての枠を超えて、事故を防止するだけではなく、 積極的に運転士の支援を行うようになっている。ほとんど自動的に列車を運転するところまで進歩しているシステムも存在する。ヨーロッパでは多くの互換性のない自動列車保安装置が用いられているために信号システムの境界駅で機関車を交換したり、一つの機関車に多くの車上装置を搭載したりしなければならないという問題を抱えている。 この問題を解決するために、エタックスと呼ばれる、単一の共通自動列車保安装置を導入する、試みが進展している。ありがとうございます。